マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。最近太ってきて特にお腹周りが気になってきたなんてことないですか？そこでこの動画ではお腹周りをすっきりさせる方法がわかるんです。もしあなたが一日も早くお腹周りをすっきりさせたいなとお考えであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、お腹周りをすっきり、材料2つだけのダイエットレシピお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるんでしょうか。2つ目、材料2つだけダイエットレシピお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこのレシピで痩せることができるんでしょうか。その痩せるポイントは主に2つあります。1つ目です。それはあなたの腸内環境が整うから、結果デトックスができてお腹周りがすっきりするわけです。でここでポイントになってくるのが、発酵食品を使っているからなんですね。まずは痩せたいのであれば何をすればよいのか。それはですね、あなたの腸内環境を整えてあげることがもう大前提になってきます。ここを無視していくら食事制限を頑張った、運動を頑張ったとしても、その先に待っているのはね、リバウンドです。なぜかというと、根本的な痩せ体質になっていないから、結局また元に戻ってしまうわけですよね。ですからまずはあなたの腸内環境を整える。どういうことかというと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを元気に、種類を増やして元気にしてあげて、いつまでもあなたの腸内に住み着いてもらえるようにすること、これがとっても大事になってくるんですね。その時にじゃあどうすればよいのか、それがここなんです。発酵食品を美味しく食べてもらうことなんですよね。そうすると痩せ菌たちがたくさん含まれている食品っていうのはやっぱりこの発酵食品なわけです。なので普段からとにかく毎食毎食いろんな発酵食品摂れてるかなってね、チェックするのもすごく大事ですよ。で今回この動画のレシピはこの発酵食品だけ使ったレシピなんです。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。そしてポイント2つ目はこちら、タンパク質ですね。これすっごく大事です。なぜかというと、痩せたいのであればタンパク質絶対必要なんですよね。まずはもう腸の、まあ、要は体の材料も全部タンパク質ですし、必要なホルモンとか酵素とか抗体とか、要は体をうまく機能させるために必要なものが全部、根本的に必要な栄養素ってタンパク質だからなんですね。なのでよくダイエット中だからといってお野菜ばっかり食べてる方、太ります。なぜかというとお野菜ではタンパク質不足なんですよね。なので食べていいんです。しっかりと良いものを食べる、もちろんねバランスよくも大事なんですよ。ただし欠かせないものの一つがこのタンパク質なわけです。そして私が今回選んだこのレシピを使うための材料はもうめちゃくちゃタンパク質取れます。なのでこの腸内環境を整えてくれる、しかも発酵している、そしてタンパク質が同時にしっかり取れる、このレシピを今からお伝えしていきますね。ではここから2つ目の項目です。材料たったの2つだけ痩せるレシピということで、まずは2つ材料を使いますから、それぞれの痩せる効果をお伝えしてから、最後に材料と作り方、そしてポイント注意点お伝えして終わっていきますね。まずは一つ目使うのはね、ヨーグルトになります。で今回私が一押ししたヨーグルトがあります。それは無糖のオイコスヨーグルトです。もうね、いろんなスーパーでもね今見かけます、このカップのヨーグルトなんですけれども、オイコスという名前のヨーグルトです。これがすごいんですよね。まあ、いろいろなねヨーグルト良さはあります。いろんな菌を取るのも大事だけれども、今回ポイントはタンパク質と伝えましたよね。そのタンパク質が他のカップのヨーグルトと比べてめちゃくちゃ入ってるんですね。例えば普通のヨーグルトの量と比べたら、オイコスヨーグルトはなんとね3倍もタンパク質取れちゃいます。すごくコスパいいと思いませんか。普通のヨーグルトを3つ食べるのよりもこのオイコスを1個食べればいいわけですよね。すごくいいです。なので私今これすごくハマっていまして、結構ね冷蔵庫にオイコスヨーグルト入ってます。でここのねオイコスでもポイントはこの無糖にしてくださいね。いろんな味がついてるオイコスヨーグルトってあります、フルーツ味の。それはやっぱり添加物になるので、
私はおすすめしません。なので完全無添加の無糖のオイコスヨーグルトを選びましょう。でね、やっぱりヨーグルトといえばね、乳酸菌ですよ。腸内環境を整えてくれる、菌がいっぱい入ってるわけなんですけども、あなたの腸内環境を整う、しかも野生菌がたくさん入った発酵食品、そして脂質ゼロの低カロリーがこのオイコスヨーグルト無糖タイプなんですね。なのでせっかく食べるようでしたら、この痩せるポイントを全部抑えた無糖のオイコスヨーグルトを選んでみてくださいね。では2つ目の材料はこちらです。甘酒を使います。これもね、できれば手作り無添加、もしくは無添加の甘酒選びましょうね。例えばここにたっぷり砂糖とかね、人工甘味料とか香料とか酸味料とかも余計なものが一切入っていないものを選びましょう。でこの甘酒も実はね、発酵食品ですよ。そしてね、脂肪燃焼効果があります。アミノ酸のリジンが豊富だからです。そして甘酒を飲まれますとね、基礎代謝もアップする、もう本当にすごいドリンク、よくね飲む点滴とか呼ばれてますけれども、私も甘酒大好きです。なので今回はねこの甘酒使ってます。でさらにいいのが、今回のこの動画のテーマはお腹周りをすっきりさせるでしたよね。なのでそのために必要なものがあります。こちらです。2種類の食物繊維が同時に摂れる、これがとってもねポイントです。甘酒は同時に摂れます。そのことでお腹すっきりデトックスが可能、そしてねその結果便秘改善になってお腹すっきり、またオリゴ糖も入ってます。でこのオリゴ糖がまたね腸内環境を整えてくれる材料になりますから、もうこれいろんなものがね一気に入ってる、もうほんと優れたドリンクだなって思います。でまたね、飲む点滴と言われている通り栄養価が高い、もうこれは大事。痩せたいなら栄養不足ではダメです。なぜかというとね、栄養が足りてないと痩せるためのホルモンの材料がないわけですから、痩せることができないわけです。しっかりと痩せホルモンを作るための材料を取ること、そのうちの一つにおすすめなのがこの甘酒になります。ではここから材料と作り方、食べる時の注意点お伝えして終わっていきますね。腸活ヨーグルトにしています。これ私がね食べてる腸活ヨーグルトです。で材料は1人分です。無糖のオイコスヨーグルトを1個、このね可愛いパックのね、そして無添加の甘酒大さじ1ご準備ください。食べ方です。このねオイコスを蓋を開けて甘酒を大さじトッピングしてよく混ぜたらもう完成です。でこれがね、無糖のオイコスヨーグルトってそんなに酸っぱくなくて、ほんとねクリームチーズみたいに濃厚なんですよね。もうほんとクリーム食べてるみたいでめっちゃ美味しいんですよ。そこに天然の甘さの、一切ね砂糖なんかは入っていない天然の発酵した甘みの甘酒をちょい足したらもうめちゃくちゃ美味しいです。ぜひね試してくださいね。では最後に痩せる食べ方注意点です。これめちゃくちゃおすすめですが、食べ過ぎては NG です。さすがにね食べ過ぎてしまうとカロリーオーバーですから、1日1個までで収めてくださいね。で私は軽くですね、こうキンキンに冷えたヨーグルトってやっぱり腸が冷えるからやめてます。なのでちょっとね甘酒を温めたものをかけると中和されてキンキンに冷えない、まあ、防止にもなりますし、軽くねヨーグルトもちょっと常温に戻してから食べたりしてます。なのでポイントは食べ過ぎないこと、そしてキンキンに冷えた冷たいまま食べないこと、この2つを守ってくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画まとめポイントは、あなたのお腹周りをすっきりさせたいのであれば腸内環境を整えること、そして発酵食品を摂ること、適量食べることでしたね。ぜひこの腸活ヨーグルトを美味しく召し上がりながら、綺麗に健康的にダイエット成功させてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。